こんにちは、タツです。今回は好きなコナンのエンディングトップ5について、お話をしていきたいと思います。それでは、早速、第5位から発表していきたいと思います。第5位は、倉木麻衣さんで、Your Best Friend です。で、第5位、Your Best Friend。で、まあ、理由としては、まず歌が好きというところと、あとあの映像ですね。あの映像の部分で、最初にこうラベンダー畑がバーってなって、そこでラベンダーがこう揺れている間をこう幼いランちゃんとしんいちがこうトロッコに二人でこう漕いでいくっていう、まあ、シーンがあるんですけど、その部分の世界観って言います、映像の世界観が、好きというところで、第5位に選ばせていただきました。続いて第4位の発表をしていきます。第4位は、神木彩さんで、もう君だけは話したりはしないです。その、もう君だけは話したりはしないの、理由としては、あのコナンのエンディングとってもいい曲が多くて、まあ、選ぶの大変だったんですけど、まあ、少しあの悲しい雰囲気、やっぱエンディングということもあって悲しい雰囲気があるんですね。なのでそのエンディングが流れた時に、あ、もうアニメ終わっちゃったんだ、もうこの幸せな、まあ、24分間は、あ、終わっちゃったってことの気持ちが、いい歌ではあるんですけど、少し気持ちが下がっていってしまうんですね。でもこのもう君だけは話したりはしないの場合は、こうイントロでテーン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 ってこう気持ちが逆に上がっていくような形で、僕らのアニメが終わってしまったってこう気持ちが沈んでしまう気持ちをもう一度こう立て直してくれるというか、逆に持ち上げてくれるっていうところがあるので、このもう君だけは話したりはしないという、歌が、第4位に選ばせていただきました。続いて、第3位の発表をしていきます。第3位は、小松美穂さんで、氷の上に立つようにです。ま、理由としては、まず歌がとても好きということで、あの歌詞ですね、特に歌詞の部分がコナンのオープニングエンディング含めた中で、一番好きというぐらい、歌詞が好きです。で、エンディングの最初のイントロと、あの新一が立っている部分でイントロが流れるんですけど、あの絵がとても、その歌とその映像が、新一が立っている映像が合っていて、とても、好きです。続いて第2位の発表をしていきます。第2位は、西口優香さんで、雪解けのあの川の流れのようにです。理由としてはまず歌が好きということと、あとあの歌詞の部分ですね、歌詞の部分で赤と黒に染まったという、赤と黒っていうところが、赤と黒って血の意味、自分の解釈として赤と黒でこの血の意味と、あとこの赤と黒、赤井さんと黒ずくめ、赤井さんと黒ずくめの戦いっていう、この血と赤井さんと黒ずくめとのバトル、 FBI と黒ずくめの バトルっていう、こう2つの意味をかけているんじゃないかってこう自分の中で解釈して、その部分がとても好きという部分と、あとは、まあ、この雪解けのあの川の流れのようにの時のアニメが、まあ、ヘビーアイ赤井さん対黒ずくめとのバトルって形だったんですけど、これ確か自分が小学校4年生か5年生の時にアニメでやっていて、それリアルタイムでちょうど見ていて、でそこでアニメとても印象的だったっていうのもあって、あの伝説のシーンですね、あの赤井さんとジェームズのこうパッてこう掴むのが、で掴んでテーンテーンテーンってこうエンディングが流れる、まあ、あの伝説のシーン、本当にもう何回見ても反省できるぐらいなんですけども、あのシーンのあのシーンが流れた時の心のしびれ感というか、こう悲しさというか切なさがもう最高で、まあ、その部分のちょっと思い出補正のが強くて、まあ、第3位の声の上に立つようにと、歌としてはもしかしたら声の上に立つようにの方が好きかもしれないんですけど、あの場面の心のこう思い出補正でかなり、雪解けであの川の流れのようにが、上に来るという形になりました。続いて、第1位の発表をさせていただきます。第1位は、ガーネット・クロウさんで君という光です。第1位君という光ということで、まず歌が大好きで、自分の中でエンディングといったら、コナンのエンディングといったらもう君という光という
だと思っているぐらい、黄緑光が、コナンのエンディングだと思っています。おそらくなんですけど、初めて聴いたコナンのエンディング曲であるって、その、まあ、思い出補正である可能性もあると思うんですけど、まあ、それがあるとしてもかもしれないんですけども、まあ、そうですね、自分の中ではコナンのエンディングといったら金という光になっています。あと映像の部分ですね、映像の部分で最初でランさんと新一のあの絵ですね、あの絵なんですけど、そこのあの時間ゆっくりの動きの中で、こうゆっくりの動きの中にもこう心に響くものがとってもあって、そこでかなり引きつけられたっていう部分も、あります。で、まあ、1位ですね、こうやっぱ自分の中では比較、雪解けの川の流れのように比較という感覚にはならなくて、あもう1位は、あ君という光だっていう感覚の、まあ、1位になりました。ということで、最後にもう一度トップ5振り返ると、第5位が、Your Best Friend、 第4位がもう君だけを話したりはしない、第3位が、Your Best Friend じゃなくて、氷の上に立つように、で第2位が雪解けの顔の流れのように、で第1位が、君という光ということで、以上が、コナンの好きなコナンのエンディングトップ5になります。ということで、以上になります。